継続することが大事なんだなあら確かに応援し合うって本当あったかいですよね一緒にやってもいいんだなっていう、はい、じゃあ今回のインタビューはエレナさんですはいモデル芸人の鈴木エレナですよろしくお願いしますでは今回バズリゾートの一室をスポンサーされることになった菅沼夫妻ですよろしくお願いしますお願いしますではまずお二人がされていることを教えていただいてもいいですかはいモルタル造形っていう、まあテーマパークとかで使われる建築技法を主に活動してますねそれはモルタル造形どうでしょうね、はい、モルタル造形造形モルタルっていう建築素材を使いまして、はい、木とか石とかレンガを表現するっていうちょっと特殊造形になりますでは奥様よかったらぜひ私は、まあ、主人と一緒にモルタル造形の施工も、はい、現場も行きますし、はい、あとは主人が一人で行ってる時手が足りてる時は家でこういったリースのワークショップしたりとかあとこういう沖縄中川原あ、本当だシーサーついてるそうですね、シーサーって分かってもらいましたあ、分かりますよ素敵はい、こういうのを作ってワークショップとかをはい、はい、自宅でやってますなるほどこのオイルディングのね、ドライフラワーもそうですよねそうですね、はいお二人でされてるっていうのはすごいですよねご夫婦でいろんなところに行ってでもコラボレーションしてドライフラワーと施工の方コラボレーションできるっていう夫妻ってすごく最強じゃないですか、うん、ありがとうございます自分たちもねそれが一番の強みだそうですよね、うん、運命的な出会いですちょっと恥ずかしいですけど、お二人がその一緒にこう、まあ、ご結婚されるきっかけだったのかもしれないですし、うん、一緒にお仕事されるどういった流れで経緯があったんですかはいもともと彼女も、ドライフラワーを、まあ、趣味程度でしていて、はいはいでまあ、僕自身も大工さん20年してたんですけど、はいまあ、お互いにちょっと行き詰まりというか、はい、もうちょっとこう広げたいなっていうのがあったんだけど、うん、やっぱりその一つの仕事だけではやっぱり際立たないの で、はい、でいろんなことを探してたんですよで彼女がモルタル造形を見つけてきて、はい、でこれを2人でやったらドライフラワーも生きるしその大工さんの技術も生きるんじゃないかっていうことで、うんはい、2人で2年半ぐらい前から一緒にするようになりましたへー、はい、ご結婚されて何年ぐらいの3年半ですかね、うんはい、あじゃあ1年間はお互い別のことをしていて、うん、そうですね仕事だったり、うんまあ、専業主婦してたので、うん、その間に今ドライフラワーとかはしてたんですけど、うんはい、一緒に2人のいいとこを掛け合わせられないかなっていうのは考えてました、うんもともとご出身はどちらですか、愛知と滋賀です、はい、じゃあ愛知と滋賀でその沖縄に来る前はどちらにお住まいですか住んでたのはもうお互い別々で仕事でこっちに来てたのこっちで出会ったってことですかこっちでそうそうそう出会ったの、はい、こっちで出会って、はい、ご結婚されて、はい、そうそうそうで、1年後に2人でビジネスを、はい、ビジネスを始められた、はい、運命やちょっとこんなね、仲いい雰囲気のすごいお二人、ね、ありがとうございます運命ですねでもなんか本当によく言われるんだよねすごい楽しそうに仕事してるねはあまあ、一応まあ、ね、一般の家庭はどうかちょっとわかんないですけど、まあ、仕事がちょっと特殊なので僕らも楽しんでるっていうところはあるので、うん、それがそういう風に見ていただけるのかなっていうのはありますね、うん、なるほど、すごいですね、はい、例えばお仕事でどういったところの、その施工をされたりとかするんですか、まあ、一般住宅もありますし、そういう店舗、うん、この間はもう美容師さんとか あとは普通ね、まあ、カフェとかも、うん、あの部屋の中でも外でもどちらでも施工はできるので、うんはい、特にここっていうのはないので、ご要望、うんうん、ご要望があればどこへでも、うん、へぇじゃあもうできないことはないみたいな感じないですかっこいい大阪にも出張行ったんですえぇ、ー、そうなんですかお二人で、はい、はい、大阪はどういうあれご依頼だったんですかまあインスタグラムを見られて、はあ、で、うちに問い合わせが来てほうまあ、普通大体、まあ、問い合わせ来るんですけど、はいまあ、遠方なので経費かかっちゃうので、うんまあ、それ伝えると、まあ、大体断念されるんですけど、
大阪の方はぜひっていうことだったので2人に、はい、最強タッグにそこまでね見る目ありますね、はい、それで大阪にちょっと、行ってきました。住宅です。普通の、個人の住宅のお庭にちょっと可愛らしく、お庭に、はい、いいですね。塀ですね、ちょっと道路との境の塀にちょっとここを綺麗にしてほしいっていうのでモンタル造形で、はい、うん、愛犬家でいらっしゃったので、うんうんうん、ワンちゃんと遊べる可愛らしいお庭作りをしてくださいってこと。あ、もうそういうのも OK なんですね。はい、何でも OK です。まあ基本的にそのカタログで選んでもらう商品じゃないのでお客さんと要望聞きながらデザインが描かせてもらって、あ、絵も描けるんですか。絵も勉強しました。はい、不可能ってないんですね。いや、やればできる。本当にね、継続することが大事なんだな。あら、そう、主人見てて思って、それは本当に思いましたね。で、今回はどういうきっかけでバズリゾートさんに協賛されることになったんですか。まあ、最初は僕がど素人さんの TikTok 見かけて、TikTok、はい、で、それで一応フォローさせてもらって、まあ、状況見させてもらって、うん、まあ、何かできないかなっていうところからですかね、あのきっかけは。へえ、時代。インスタで依頼は来るわ。TikTok で見つけるわ。で、まあ一番はもう近所っていう、ね。そうですね。1分2分。1分2分なので。信号1個みたいな。そうそう。じゃあ今回そのバズリゾートさんにスポンサーされるっていうのは、はい、具体的にどういった形なんですか。まあ無償で、無償で、はい、まあ、工事とドライフラワーさせてもらうということで、まあ、その代わりとはなんですけど、まあ、ど素人さんの影響力でいろんな、まあ、SNS だったりいろんな人とこうマッチング、うん、あ、こうしてね、はい、こうしてます。どうもこれもそうなんです。そうですよね、もう急遽スカウトさせていただいて、その間3日間滞在してるだけでもういろんな方がひっきりなしに来られて、しかもね、結構なインフルエンサーの方だったりとか、聞こえてくる話題とかもすごくて、これお金払ってもなかなかこういうできないなっていう。です。でもそれは今出会ってみてそう思うけど、その前はわからないじゃないですか。ああ、そんで僕らの仕事っていうの自体がまだ認知が少ないの で、はい、で沖縄でされてる方もほとんど少ないので、はい、まあ、ここはあの知ってもらいたいというのと、あ、まあ、ど素人さんの影響力を借りようということで、はい、へ、はい、お部屋のデメリット的なとこをこうメリットに変えるっていうところをコンセプトでやってますね。うん、デメリットはね、あそこの部屋自体が一番日当たりが悪くて、はい、で最後に、まあ、お客さんを、案内する部屋らしいですね。なのでそれも逆転の発想がいいっておっしゃってたので、はい、で日当たりが、悪い方がいいドライフラワー。そうですね、うん、でそこでマッチしたってことですね、うん、おー、はい、でも世界初じゃないですか、ドライフラワー部屋なんて聞いたことないから、みんなもう予約殺到します。まあ、一応何軒か他県にはあるみたいですよ。はい、京都の方となんか九州の方にあるみたいなんですけど、一応まあリサーチさせてもらったんですけど、そのモルタル造形と掛け合わせてるのはないので、あそこは強みになるのかなっていう感じですね。私もなんかもう絶対映えること間違いないなって思ってるんですよ。そうですよね。もうでこれも全部、あ、そうです、ここのやつあるのはもう全部、うん、バズリゾートさんに行きます。へえ、はい、いい匂いもしますしね。あ、匂いも確かに植物の匂いってやっぱでも好き嫌いあるんですけど、でもやっぱ癒されると思うんですよ。ドライになってもやっぱ癒されると思うの で色もねすごいはっきり出てるものもあれば、もうこういうのもそうですけど、これドライフラワーなんですけど、そうこれ自体も色はもう本当にはっきり出てるんですよ。くすんだりしないんですね。でこれが太陽に当たったりちょっとあの風通しの悪いところとか湿気があるところだとすぐもう本当に茶色になってきてしまうんですけど、じゃなくてちゃんともう綺麗に保管してれば、これがもう1年ぐらいこの色がずっと残るので、
でこれをね、モルタル造形と掛け合わせたらもう絶対合うって思って、はい、本当にその日当たりのあまり良くないっていう逆転の発想に、そうですね、本当にそういう意味でぴったりなんですね、うん、ぴったりです、本当に。え、じゃあなんかクリスマス来たらクリスマス仕様に変えたりするんですか？うん、色をだからそれを赤を多くしたりとか、はい、緑を多くしたりっていうのをちょっと変えたりするとまたそれでガラッてお部屋の雰囲気も変わるので、うん、じゃあ秋も来ないしもリピーターさんどんどん来てくださいって話ですね。シーズン変わるごとに来てくださいね。何回も楽しめる、ね、そうですね、それもまた新しいですよね。うん、新しいです。今回バズリゾートさんを応援されていらっしゃると思うんですけれども、うん、人と人が応援し合うとか、うん、人を応援するところでどう考えてらっしゃいますか？確かにその無償でするっていうのは最初抵抗あったんですけども、そのど素人さんを中心にいろんな方が集まってきて、うん、皆さん全て笑顔なんですよね。で見たこともないような人がある日突然来て、で小学生の同級生かっていうぐらい意気投合しちゃうんですよね、急に。はい。でそれ見てたら羨ましいなって思いながらも、自分もそういう人たちとつながっていくと自分もそういう気持ちにも戻れるし、本当にこう、まあ、SNS を通じてですけども、その人と人との自然体に戻れるような気がするというか、うーん、まあ、いろいろ皆さんねその思いはあると思うんですけども ね、だから心がもうねすっきりとするってことですよね。損得感情なしにこんな素敵な空間があるんかって話ですよ ね、 うね、うん、なんか誰々と関わったらいいことがありそうし、こいつ何円儲けれるかなみたいなのがないってことですもんね。ちょっとねマイナス要素の話が全く出てこない、いや全くないですよね。だからもう自然に気持ちもプラスになるというか、うんうん、それが一番ですかね。確かに応援し合うって本当にあったかいですよね。お互いが得意なところと不得意なところっていうところ、ね、はい、そこをちゃんと分担してるというか、あ、じゃあやってあげようみたいな、それぐらいならいいかっていう、うん、本当に、あ、助け合いってこういうことなんだなっていう、うんうん、多分みんなそういう気持ちであるんだけども、はい、なかなか普段ねの生活で出せないけど、そうですね、皆さんそういう空気なので、絶対そうですね、多分自分の心をこうね向いていくというか、うん、素直にさせていけてるっていうのが一番良かったと思いますね。なんか自分が困ったことあってもなんか頼れますもんね、うん、自然に、うん、本当そうですね、それは家族ですね、うん、なんかこの私たちの番組も気球っていうアプリと YouTube 番組をやっていて、 YouTube 番組ではそのアプリで頑張ってる人たちを応援するっていう番組で、もうずっとポジティブなことしかもう発信してないんですけど、もうそれしか生まれないみたいな、むしろマイナスが生まれなくて、でそのアプリの中でもすごい頑張ってる人たちがたくさんいて、今日はこれを頑張りますとか、今日はできましたとか、こんな幸せがありましたっていう報告があったりするんですよね。そういう一人で頑張ってる人とか悩んでて、でも頼れないなっていう人に対してどう思います？そうですね、僕も僕の体験談で言うと、まあ、20年ぐらい大工さんしてたんですけども、うん、結構一人で頑張ってしまってたんですね。で、まあ、それで成果出たりとか一応してたんですけども、やっぱり心の奥底ではやっぱり虚無感とか、まあ、寂しかったんですね。で彼女と一緒になることによって、で2人と できることを探してたんです。はい、で初めて、そのモルタル造形を通じて2人のできることをさらに掛け合わせてプラスにした、はい、そこで一旦自分が一人じゃ頑張らなくていいかなと、一緒にやってもいいんだなっていう、はい、でそれがクリアできたらそのど素人さんとかともコラボしてもいいかなっていう、だん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 こう頼ってもいいのかなっていう、でできるとこだけ頑張ってできないとこはお願いしますっていう、そういう方が楽しいし、みんなとこう楽しさとか幸福感とか分け合えられるんだなっていうのが、そうですね、それが成功した時に報告してみんなが喜んでくれたらまたそれも嬉しいです。皆さん一人でね悩まずに、ぜひいろんな人に相談してもいいし、気球に書き込むと、うん、もう知らない人ですよ、知らない人やけどみんなが応援してくれて、それが仲間になるので、ぜひアプリで投稿してみてください。
い、本日はありがとうございます。じゃあ次はドライフラワー部屋をドライフラワー部屋します。ここは何日目、ここは今今日5日目ですね。5日目失礼します。おーすげー、めっちゃ進んでる。ハローハロー、お邪魔します。ここはおー石のテーブル、すごい石をイメージしてるってことですね。うわすげーわ、マジでこれ繊細だ。ここはドライフラワー部屋なんですけど、はい、あの奥様がドライフラワーのアーティスト、はい、で旦那様がこういうモルタルっていってこういうなんか石っぽいものを作ったりとかレンガとかをね、あのレンガ風の建物を作ったりとか、あ今そういうことですか。そうそうそう、をするその職人さんで、なんでそのドライフラワー部屋だけドライフラワー置くだけじゃなくて、じゃなくてそれに合ったようなモルタルの建築もしてくれるって言って、もう全部これ変えてますね今。でお二人はもうね、もうこういうセンスが素晴らしいんで、もう絶大なる信頼を。めっちゃ楽しみ。もうここもまた来たいな。ここはどうなるんですかね。じゃあ上からドライフラワーがでサイドも来て来て、ワンサカになる。知らない、全然わからないから、もう毎日見るたびに変わってて、お任せ。もう楽しいの僕も。でもこうやって石を再現していくってことですか。そうですね、石じゃないけど石を、うん、なんて世界だ、うん、すごいよね。もう僕も知らない世界でした。これはこれはでも聞いたらね、サプライズがないからあんまり聞かない方がいいですね、うん、どうなるとか。そうですね、まあ、そんな感じで今ドライフラワー部屋をやってもらっています。ここもぜひ楽しみにしていただけたらね、絶対素敵な部屋になるのは間違いないんで。せーの、いっちゃいましょうねー。